プリンにレモン汁をかけるとヤクルトの味になるらしい。やってみよう。3滴ぐらいとしますか。あ、日本人は3が好きですね。3が好きですよ。じゃあ3でいきましょう。はい、1、2、3。おい、少ないかな。じゃあもうちょっといきます。もうちょっといきますか。めっちゃ入れましたね今。あれ、匂い嗅いだ。この香り知ってる。知ってますよね。これピルクルの匂いじゃないですか。そうなんです。ですよね。ヤクルトも買ってきましたんで、ちょっと比べてみよう。実際久々に飲んだら美味しいな。美味しいですよね、うん、乳酸飲料の雰囲気に近い気はする、うん、そうですね、うん、爪で押してこっからチュ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 飲むの選手。あれ、そうやって飲むのと思ってたんですか。いや、同年代の方は分かると思うんですけど、絶対爪でこうやってで飲んで、で最後反対側を爪でこう開けて、はい、そうすると空気が通るんでキューって飲めるわけですよ。切り込み入れました。こうベコベコ言わせなくて飲むんですよ。わかります。これ今気づいたと思うんですけど、開けて飲むより美味しいんですね。わかります。開けて飲む。ここに上唇をつけてこう、うん、確かにちょっとずつ入ってきます ね、 ですね。ちょっとずつ美味しくないですか。だってまだこんな、ほらこんな残ってるから。そうですね。こうはダメで、そうなんです。こうだそうです。でこの飲み方をマスターしたら、今度は反対側をちょっと開けるんですよ。量が沸きましたね、はい、これで、はい、でこれで吸うとヒューッと開けるんですよ。わかります。わかります。ヒューッと開けますよね。最後これで飲み干すんですよ、ヤクルトっていうのは。知らなかったんですか。初めて。初めて知りました。俺これが当たり前だと思ったんですよ。皆さん知ってます、これ。ちょっとコメント欲しいですね。これは皆さんもぜひコメントをよろしければお寄せいただいて。ちょっとこれね、視聴者の方も呼んで、ちょっと6畳一間に詰め込んで看板選手ディスカッションをディスカッションカッパ選手はただの会話じゃねえか。